肉をあげる音に耳を澄ますこの若者。異色のダブルワーカーを目指し渋谷でトンカツを運ぶ傍ら、クラブでフロアを上げるのを夢見ている。トンカツ屋渋カツ三代目勝俣揚げ太郎。渋谷の人気店渋カツに集う人々は彼をこう呼ぶ。よっ、トンカツ DJ 待ってました。一見関連のないように見える2つの職種だが、そこにはある共通点があるという。豚をあげるかフロアをあげるかに大した違いはねえ。働き方改革が進む中で見出した新たなワークスタイル、その舞台裏にカメラが潜入。独りよがりは DJ に向いてないよ。とんかつ食べに来ました。友情、挫折、恋、ライバルとの戦い、あげることに青春をかけるとんかつ DJ、 その激闘の記録、とんかつ DJ 揚げ太郎。